70mm フィルムまたは 65mm フィルムは幅の広いハイレゾリューションのフィルムの規格である。このフィルムは通常の映画用 35mm フィルムの規格より高品質とされている。カメラ用フィルムの場合は 70mm ではなく 65mm のフィルムが使用されている。映写機用の場合は6つのサウンドトラックを収容するために パーフォレーションの外側に設けた磁気式ストリップの分だけ、拡端 2.5mm ずつ広くなっている。最近の 70mm フィルムの多くはデジタル音源を暗号化しているが、この方式が採用されていない 70mm フィルムも数多く存在する。各フレームはパーフォレーション5個分の高さをしており、アスペクト比は2.20、1。 70mm フィルムを扱うことのできない映画館は一旦 35mm フィルムに移してからシネマスコープパナビジョンのアスペクト比2.35-1に直してから公開するデジタル合成技術のない光学合成の時代視覚効果を実写と合成するシーンでは何度もフィルムを複製するため画面がザラつき観客に合成と気づかれることが多かった 視覚効果監督のダグラストランブルは2001年宇宙の旅で画質の高さに固執したスタンリー・キューブリック監督の影響もあり未知との遭遇等といった作品で 35mm で撮影する作品も光学合成の必要なシーンは 65mm フィルムで作業を行い対応したオプティカルプリンターなどの設計開発もいった80年代末になっても トランブルの会社を引き継いだリチャード・エドランドがゴーストバスターズ、ダイハードなどで 65mm を用いた光学合成を行い小型の 65mm カメラの開発も手掛けている。iMAX は 70mm フィルムを水平方向に送ることで1コマに使うフィルムの面積を通常の映画より広くし構成サイドの映像が得られるようにしたシステムである。 フィルムの 70mm 幅を映像の垂直方向に使い、水平方向には15パーフォレーション分のフィルムを使う。オムニマックス、アイマックスドームは同じく 70mm15 パーフォレーションのフィルムを使う。70mm のフィルムを使ってアイマックスのスクリーンに上映するシステムとしてはダイナビジョンやアストロビジョンがあり、70mm フィルムを 通常の商業映画と同様に垂直に書き落とすことで1フレームのフィルム使用量を削減している。ダイナビジョンは 70mm8 パーフォレーション、アストロビジョンは 70mm10 パーフォレーション、または8パーフォレーションである。アストロビジョンは主に日本のプラネタリウムに設置されている。上映用フィルムを焼き付けるときに、光学的に拡大変換してより大きなフィルムで、 上映可能にすることをブローアップという。1950年代後期から1990年代半ばまで 35mm フィルムを 70mm フィルムに変換してプリントし、大都市にある 70mm 上映対応の映画館で上映された。ブローアップでの上映が行われた理由には 70mm フィルムにブローアップすることで 鮮明で安定した映像が得られたことと、70mm の6チャンネル磁気録音で優れたマルチチャンネル音声での上映に対応していたことが挙げられる。後にデジタル音響システムが普及すると音声に関して 35mm フィルムに対する優位性は失われた。70mm フィルムのプリントは 35mm フィルムに比べ効果である。 シネマ180オムニビジョンはアメリカ合衆国のフロリダ州サラソータより始まった。映画館はオムニマックスと相互性を持たせるようにできたが、スタートアップが遅い上に操作費がかかった。多くの映画館はシーメンスがデザインしたドーム状の織物構造の建物だった。アメリカ合衆国最後のオムニビジョン採用劇場はアラスカ州アンカレッジにあるザ。 アラスカエクスペリエンスシアター。この建物は1981年に建てられ、2007年に閉鎖し2008年に再オープンした。とハワイ州ラハイナのハワイエクスペリエンスシアターにあった。ニューハンプシャー州セーラムのカナビーレークパークにあるバーティゴシアターは、チネマ180を採用しているシネマ180用 70mm フィルムの製造元には、 ドイツのシネビジョンがあった。ありがとうございます。